今からやらなきゃいけないことっていっぱいあると思うんで、その辺追求したいと思います。日本サッカー協会が掲げる2050年ワールドカップ優勝、この約束を実現させるため5人のサッカー論客が激論を交わす。理論的にはすごい分かるんですけど、真逆です。真逆、何なんですか。やっぱだからそれって結局到底受け入れられることができない、それをアップデートしていかないと、日本サッカーにボンボス。